はい、こんにちは。相手は猫パンチのラキソベロンさんです。下剤ですよね、ラキソベロンで。チームパワーはこちらが上です。日本人対決なので、もしかしたらこの動画を見ておられるかもしれないので、チームパワーオーバーですけど、全力でぶつかります。すいません。いきます。ラキソベロン 下剤ですよね。はい、喋ることが はい、順当に赤が来てくれてるので、テルディアはピンチですけれども、あと一歩とどめを刺し切れてないですね。名前のインパクトが強すぎて はい、ここでテルディアスキル発動されちゃいますかね。されちゃいますね。残念。はい、ではターがいますね。相手はもう名前しか見てなかったかもしれない これはボツ動画にしたいですね。ボツ動画にしたいですね。こんなにも戦争じゃない、レイドに集中できてないことも珍しい。ダメですね、こんなの。はい、チームパワーでも手加減せずに一軍です。本当なら星4とか含めてチームパワーは下げて戦うんですけれども、まあ手抜きをしたと思われるのも嫌なので、全力で当たらせていただきます。全力で当たって負けると悲しい。もう何を話してるんでしょうね。強い育ってるキャラクターをセンターに集めて、防衛チームの配置としていいですね。あと、ウコンはやっぱり一発が怖いんで、気を抜かさせてくれないですよね。ターはスキルが発動されてると永遠に終わらない恐れがあるので、スキル発動のタイミングは注意しながら攻撃しています。霊人さんがいるので、なかなか相手もスキル発動しづらいですけどね。では、そろそろ仕上げに入れますかね。そうなんですよ。ターはスキル以外にも復活の方法を持っているんで、本当終わらない時はずっと終わらない恐ろしさがあります。はい、ではスキルを貯めるためにちょっと無駄玉処理をしながら。無駄玉処理をしながら、はい、マナを貯めていきます。
はい、チームパワーさもあり、勝つことができました。ありがとうございました。